今日はちょっといつもと違うシリーズですね。ジェシカの新スキンが実装されたということで猛烈な一月にタイタンでの勝利を依存しているマシュマーさんは手を出さないわけにはいかないと。どうせまた課金しないでゲーム内マネーでゲットしたんですよね。今回は70ギガくらいで売られてたからタニアの時よりはお得だったね。ヒッポの時もそのくらいでしたのでだいたい相場ってところでしょうか。マシュマーさん的には1800円使わないで済むに越したことはないと。今回は刻印石と抱き合わせ販売なので刻印石目当ての方が市場に流すのかもしれませんね。そこでマシュマーさんは国家ダンジョンで手に入れた刻印石を使うのだ。言うても17個しかないじゃないですか。ああ、こんなのあっさり溶けちゃうな。しかも今回の新スキンは2種類刻印できるので2つ目があくまではいいのが出ても脳死状態で回すしかありません。なので2つ目解放されるまでは魔法ダメージパーセントアップごとか紙引きしちゃダメなやつな。さて、あっさり刻印石が燃え尽きました。そこで登場するのが前回の黄金イベでしこたま溜め込んだアトラスの原石だ。いつもなら刻印にアトラス使うのはもったいないと渋っていたマシュマーさんなのに。まあ、元は拾ったものでただなわけだし、こういう時に使うために頑張ったんだしね。そして幸先よく2つ刻印がつきました。マシュマーさんが欲しいのは攻撃力パーセントアップと魔法ダメージパーセントアップなんだよな。すでに攻撃の方の3がついてますが回しちゃうんですか。うむ、5なら問答無用でロックするけど、まずはつきにくい魔法ダメージ欲しいしな。しかも何やら生命やら筋力やらステータスが上がる新刻印も増えたとのことで、ますます魔法ダメージに割り振られる確率が減少しましたよね。この刻印オンラインも沼化する可能性があるから、なるべくキリがいいところで引かないとな。特に今回は貴重なアトラス原石を使っているので、なるべく早めに抜けたいところですね。まあ、リーグではここに表示されている数字の 10% しか乗らないみたいだから、そこまで顔真っ赤にするほどのものでもないだとすると、魔法ダメージ5で 50% アップとか引いたとしたら、リーグでは 5% 上がっちゃうってことですよね。マシュマーさんのジェシカの L マーク猛烈が3万6000と仮定すると、その 5% は1800だね。そう言われてみると猛烈には振れ幅あるので、そんなに変わってないようにも聞こえます。もちろんジェシカはリーグだけじゃなくて狩りとか魔力等にも使うから、そこでは純粋に 1.5 米海王剣だな。魔法ダメージパーセントの5がうまいこと引ければですけどね。それにジェシカの猛烈も当然のごとく攻撃力に依存するから、攻撃力アップも欠かせない。こちらも基本数値アップや防御無視なんかよりパーセントアップの方がいいんですね。攻撃力も大概インフレ傾向にあるから、1000や2000くらいならパーセントの方が手っ取り早く上がるしね。マシュマーさんのジェシカだと最大攻撃力が6万8000程度なので、攻撃力パーセントアップの5を引いたら 25% なので、大変なことになっちゃうと。明らかにただの攻撃力アッププラス5000よりは上がるね。リーグだと 10% 適用になるので数値アップの方が有利な気もしますが、どっちにしても数百の差なんてヒッポバフの前にはひれ伏すほかない。それを言われちゃうと元も子もないのですが、なんでここは仮にも使えるパーセント狙ってくよ。2頭追うものは1頭もえずですね。わかります。これ刻印ロックして回すとアトラス10を消費するから、できることなら2つ回せる状態で5を引きたい。なるべく損耗を抑えたいのはわかりますが、そんな根性じゃ最上級の5なんて引けやしませんよ。動画を見ている皆さんは3000あるアトラスがどんだけ減ると魔法ダメージパーセントアップの5になるかが見たいわけなんだな。そこまでマシュマーさんの精神状態を正常に保っていられるかどうか。でもこれ4はチラチラ見られるけど、5なんて魔法ダメージどころか他のでも出てないからな。相当険しい道のりですね。カナリアさんが刻印破産するツイッター画像をまた上げそうです。たった数種類増えただけとはいえ、実質確率下がったわけだから、とにかく狭き門だよな。
さて、マシュマーさんのアトラス原石ももう3000切りそうです。これは厳しくなってきたね。もう30回近く回してるのか。もう適当なところで妥協する必要性がありますね。とはいえ攻撃力パーセントアップ3とかじゃ妥協できないでしょ。魔法ダメージパーセントアップ3ならどうですか？それはちょっと考えちゃう。意外とハードル低いんですね。もっとこだわりとかあるのかと思ってました。いや、今までジェシカには体力5がついちゃってて、ずっと魔法ダメージパーセントアップつけたかったけど消せないのが悩みだったのよ。だからとりあえずは3でもいいから少しでも強くなった魔法ダメージを満喫しようかなと。今まで硬い奴ら最上階でミリで残ってたのを確殺できるのか味わうのですね。だが、それにしてもつかないな。もう3000余裕で切りました。これ引き時間違えたマシュマーさんが顔真っ赤にしてアトラス3000溶かす動画だったっけ？と言っている間に最終防衛ラインの3が出ました。ここでマシュマーさんは片方のクリティカルとかゴミだからロックして回すか悩んでる。確かに苦労してつけた魔法ダメージパーセントアップ3ですが、わざわざロックするほどのものでは。だよな。なので少しためらいながらまた次回気が向いた時回そうということで諦めた。動画的には何の面白みもないのですが。とりあえず長く険しい道だということが伝わったからいいんじゃないかな。皆さんも沼にはまらない程度にしてほどほどな刻印ライフを送りましょう。マシュマーさんはいつかイベントで刻印石がばらまかれるのを夢見てぐっと我慢だな。この動画を見てる皆さんはどうせ刻印石セットでウハウハですよ。